ハイパス車両端末機ハイパスは大韓民国で高速国道の通行料金を無線通信を利用して支払うことができるようにするノンストップ自動料金収受システムである2007年に導入された仕組みは日本の ETC に近いハイパスは送受信機能を持った車両端末機に IC カードを挿入して利用する車両端末機は 韓国道路公社の各営業所や高速道路、休憩所、オンラインショッピングモールなどで販売されている。IC カードはあらかじめチャージして使用する先払い式のハイパスプラスカードと各クレジットカード会社が発行する5払い式のハイパスカードの2種類がある。なお、ハイパスプラスカードには記名式と無記名式があり、記名式ではインターネットでの利用履歴紹介や 紛失時の残高保証、残高が一定額以下になった際に、あらかじめ指定した金額を銀行口座からオートチャージするサービスが受けられる。IC カードがあれば、車両端末機がなくても料金所で職員にカードを渡す方法でも利用できる。端末機によって異なるが、一般的に電源を入れれば、カードの種類がしばらく表示され、その後、常時残額が表示され、 車両端末機の電源を入れたまま料金所の専用レーンを時速 30km 以下で通過すれば料金が計算される。一部端末機では料金所通過時、通行料金と残額を音声で知らせる機能がある。高速バス車両などを除いてハイパスの車両端末機の普及率が未だに高くなく、民間資本高速道路にはソウル外角循環高速道路、 インチョン国際空港高速道路を除いてハイパス専用車線がない。一部料金所ではハイパス一般車の混在レーンとなっているところもある。料金を支払わずハイパス専用車線を通過すれば遮断機が降りて車両の逃走を防いでいる。一部の料金所では車両が通過するときのみ遮断機を上げたりもするのでハイパス専用レーンに 一般車両が侵入すれば後続車両の通行の支障にもなりかねない。日本のスマートインターチェンジに相当するハイパス専用インターチェンジも増加している。実際、日本の ETC において何らかのトラブルで遮断機が開かなかったことを原因とする追突事故が発生している。ありがとうございます。